We're delighted to have with us uh, Kondo Yasushi sensei. He is the curator of cultural properties for Sakai City in Osaka, and he's also a lecturer at both Kansai and Kinki universities. He's a graduate of the Department of History and Geography at Kansai University, and he's the author of a really fascinating book um, called Gyoki to Chishiki Shudan no kokogaku which is um, could be roughly translated as archaeological studies of gyoki and his group of good friends in the dharma or brian's better translation uh, his buddhist fellowship um, so i think this is this is um, a book that uh, brian has has drawn on in his own research uh, and knows well and it's been a really important book in the field it was published in in 2014 um, Professor Kondo or Kondo Sensei is going to speak today about um, Moji Gawara, these um, inscribed roof tiles. So I will hand things over uh, to hey, Kondo Sensei now. テーマは日本古代の文字瓦、えー、土塔出土資料を中心にというテーマで、えー、行います。どうぞよろしくお願いいたします。えっとえっと、まず、えー、本日のテーマの文字瓦なんですけども、あの 事前にお配りしている資料の方ですね、合わせて見ていただきたいと思いますけれども、まず、えー、瓦にですね文字を書くという行為ですけれども、その瓦に文字を書いたものを通称、文字瓦というふうに言っております。で 文字瓦なんですけども、資料の1番のところに概略を示しております。で、A、B とですね、分けて分類しておりまして、まず A、表記法、どのように瓦に文字をお どの段階で描くかということですね、瓦の制作している段階のどの段階で描くかというものについて、まず分類しております。で、えー、瓦は粘土をですね、こ、えー、ねて、えー、形作る、成形していきます。で、それを焼き上げて、えー、瓦が完成すると。 こういうことで、えー、あります。今、画面の方に、瓦、えー、浮きのですね、えー、写真を載せております。でえー、手前の方に、えー、文様のある瓦、丸い瓦と平たい瓦があります。この丸い方を軒丸瓦、平たい方を軒平瓦。 でその後ろの方ですね、屋根でいうと、上の方、屋根の高い方に向かうに従って、えー、丸瓦と平ひ瓦という瓦をお吹きますけれども、おまあ、このですね、えー、こういった瓦に文字が書かれる場合があるということです。そして、えー、まずう一つ目が、えー、瓦を焼く前。 ですね、瓦を作っている段階に、えー、書くものがありますまずその瓦を作っている段階のものにはあ3つ1から3に分類しておりますまず1つは軒キ瓦文様のある瓦ですね手前写真でいくと手前にある文様のある瓦ですねこれを この文様の作るには、木にですね、こういった文様を折りくぼめて、えー、それに粘土を押し当てて、えー、文様を作るということをしますが、この文様の木の型にですね、えー、あらかじめ、えー、文字を彫り込んでいる場合があります。それが一番。 のですね、その木の型のことを考古学の専門用語で「版というふうに言いますがその木の型「版にあらかじめ文字が刻んであるものがありますそして、えーえー、これがあー瓦の作り方のお模式図になりますが 2番目ののの形台に刻ままれたものというのがありますこの成形台というのはこの図の一番下の3段目の段ですね、えー、平瓦という瓦の一枚作りという作り方のこの台の部分ですねこの台の部分に文字がすでに刻み込まれている でこの台の上に粘土を乗せて、この平瓦を作りますが、この粘土を載せた段階で、この木の型に、木の台に文字が取り込まれているものが移す、粘土に移る場合の文字の印し方、これが2番目の成形台に刻まれたものというものになります。 そして3つ目、叩き板に刻んだもので。この図の一番上のちょうど真ん中あたりですね、赤い矢印が記してあると思います。でこの矢印の示してある細長い道具ですね。 これは粘土をですね、ごめんなさい、瓦を作るときに、粘土をこういった型に巻きつけたりですね、うん、したときに叩き締める、粘土を形作るときに、粘土を叩き締める道具になりますけれども、この道具を叩いたというふうにいいます。 でこのたたき板という,う道具に文字が記されている、彫り込まれている、でそれによって、えー、この粘土を叩くと、その文字がカーラに移るというですね、えー、そういう場合が3つ目のたたき板に文字が刻まれた場合ということになります。そして、えー、次。 同じく瓦を焼く前ですね、瓦を調整する前ですね、今お話ししたようにですね、こういった瓦を作った後にカに、瓦を焼く前に、瓦を乾燥させますで。その乾燥させている段階にですね、文字を刻む場合があります。で えー、その1つ目が、河原にへら、えー、書きをしたもの、だ棒のようなですね、えー、道具を使って、えー、河原に文字を書くという場合があります。これが、あで今日お話しする大の字、怒涛の。 文字瓦というのはこの瓦に棒状の工具で書いたものになります。そして次に瓦にですね、ハンコですね、スタンプを押すもの、このスタンプに文字が刻まれているものが ありますこれは、うん、これはあ京都の国宮というですね、えー、遺跡から出土したあものです。でこの今、写真に写っている国宮から出てきた、これもあの人の名前が書かれていますが、これがあ今、 説明している工具に、ねえー、よって、えー、応援したに,になる。そして、えー、最後になりますが、今までお話ししたものは、あ瓦をです、ねえー、焼く前、調整する前の段階のものですが、あ次にお話しするのは、瓦を調整した。 完成した、瓦が完成した後にですね、文字が記されたものです。で、えー、今お話ししたような瓦に棒状のもので、えー、字を書いたり、スタンプをしたりというのは、瓦,を瓦がです、ね、完成すると固く焼き締まるので、えー、そういうことができなくなります。で、えー、完成した後に文字を書く場合は、あ 当時ですと、筆でですね、えー、墨とか、臭ですね、赤い墨。だから安く言うと赤い墨で、えー、文字を記す場合があります。このように、河原に文字を書くですね、タイミングというのは大きく3つの段階に分けるということができます。 そして、えー、次に、えー、どのようなですね、えー、内容のことが書かれているかということをお話ししたいと思います。でえー、資料には1から6までですね、えー、6つの6個のですね、えー、内容に分類しています。でえー、まず1つ目が カーラが作られた年代ですとか、作者、誰がです、ね、作ったかというですね、この作者というのは特にカーラを作った後人といわれるですね、カーラを作るグループのようなものなんですが、そういった人物名などが書かれたものがあります。そして えー、次に2、えー、つ目で、えー。奈良時代ですね以降に、えー、なりますと、瓦くりというのが、ですね、えー、特にいい国のお都ですねですとかあ、国分寺とか国分二寺とお言われる。 国立のお寺院、お寺ですね、えー、こういったものはですね、えー、こういったものの瓦づくりはですね、えーまあ、今でいうと、給料を払ってですね、えーそう、そういったところに勤めている人に、給料を払って、瓦、えー、づくりを行うという、まあ、そういうものを。 工房というふうにこちらでは言っていますけれども、そういった瓦作りに携わる人々のお、ね、給料です、ね、の支払いです、ね、労働の管理、ですねそういった内容のものが書かれているものがあります。そして3つ目ですが、 カーラをです、ねえー、作る役所、これもお同じようにいい国のお都都城ですとかあ、ね、そういうのにいかかるものなんですけども、おそういうものは、あですね、えー、国のお管轄する役所がですね、カ、えーラ作りをお管理しているわけですけども、おまあ、そういったどこの お役所がですね、えー、そういう瓦作りを行ったかというのを示すために、その役所のお名前ですとかあ、そういったものをお記されている場合があります。そして、えー、4つ目です。で、えー、これもお同じくう国のお役所ですとか、 あ国軍寺や国軍寺といわれる国立の寺院の瓦づくりを行う場合はあ国内、日本国内のおお国ですね、えー、にこの瓦づくりを負担させるあるいはあ軍とか合といわれるですね、えーまあ、今ではあ都道府県になりますけども そういった分かりやすく言うと、今の都道府県なんかに瓦づくりを負担させる、そういったど,のどこの国や軍がですねそういった瓦づくりを負担したかというのをですね示す、ですねそういった国や軍の名前や、あるいは人の場合もありますけれども、そういったものが書かれている。 場合がありますそれが4つ目。そして、えー、5つ目ですが、あこれはまあお寺づくりを行う場合にですね、えー、知識と呼ばれるですね、えー、人々がこのお寺の瓦づくりをですね、えー、行ったり、あるいはそのお,お寺づくりに えー、伴う費用をですね、えー、負担したりといったあ、そういったことをですね、えー、することによって、えー、仏と縁を結ぶ行為をお仏教の用語で知識というふうに言いますけれども、そういった知識に関わるものです。で、今日お話しする大野字怒頭の文字柄というのは、この知識に関わるもの。 でありますそして最後6番目ですがこれはカーラー作りを行っていたです、ね、人工人と言われる人がこの作業の間にこのカーラーにですね落書きをしたりですねあるいはこの字の練習をしたというふうなものが 見られますそういったものが6番目、落書きとかあ習字ですね、えー、そういったものが6番目になります。でえー、以上ですね、えー、この文字瓦の書く、瓦に字を書くタイミングと、そして、えー、どういった内容のものが書かれていたか、書かれているかというのをご紹介しました。 そして、えー、ここからはあ今日の本題になります、う大阪のお堺市にいありますう、大野寺というお寺のですね、えー、の塔である土塔からあ出土したあ文字柄について、えー、お話しします。 この大野寺というのは奈良時代日本の奈良時代で活躍した、えっと、行基というお坊さんがあ建てたお寺です。でこの今映っているのが行基さんなんですけれどもこれは皆さん日本に来られた方はあ見られたか とあるかも分かりませんけれども、えー、と近鉄の奈良駅のですね、えー、駅前にこの行基んの像が立っています。で、えー、この行基んなんですけれども、一番有名なのは、あ奈良の東大寺のルシャナ仏、大仏ですね、を聖武天皇が作るときに協力したと。 いうこ,とでえー、これはあ日本でも小学校のです、ねえー、社会、歴史のです、ね、教科書にも載っている非常に有名なことです。で、えー、これだけではなくって、えー、行基さんはです、ね、池を作ったりとかあ橋を架けたりとか道を道路をです、ねえー、作ったりとかそういったあ社会事業を 奈良時代にたくさん行っていることでも有名です。そして、えー、それに伴って、えー、お寺をですね、えー、たくさん建てている。通称四十九院四十九をですね、えー、お寺を建てたというふうに言われていますがあ、実際はもっとたくさんね五十いくつのお寺を建てています。 でそのうちの一つが、えー、大阪にある大の寺というお寺です。で今、写真に写しているのが、現在の大の寺の様子ですで。この建物、真ん中に四角い建物がありますが、これは江戸時代の建物なので、 えー、奈良時代のものではありません。現在でもこのよう奈良時代に建てられたお寺が現在まで、えー、まだ残っているということであります。はい、そして、えー、このお大の字の塔があ土塔と言われるものであります。でえー、通常ですね、えー、ちょっと一つ。ひつ えー、日本の塔といいますのは木造の塔ですね、これ、えー、奈良の法隆寺の五重の塔ですけれども、通常、お日本の塔はあ木で、えー、作られますが、あ行基さんはですね、えー、大の寺の塔を木で作らないで、えー、土で、土を盛り上げて、えー、作ったと。 そして、えー、今写真で、えー、写っている怒涛はちょうど上が、えー、この発掘調査を、ねえー、行った成果をもとに奈良時代の姿に復元したもので,で下はです、ねえー、そのお模型です。このように、えー十三 段、ねえー、を作っているうとそして、えー、てっぺんにはですね、えー、小さい八角形のお木造のうどが建てられていたんではないかというふうに考えています。でえー、ここからですね、少し怒涛の。お 発掘調査の時の様子をお話しします。でえー、この土涛の発掘の前、発掘する前はですね、右側の写真のように、こんもりとした、ね、小山のようで、えーまあ、見るからに古墳のようなですね、えー、ものでした。ですがこう、実際は古墳ではなくて、塔、えー、である、奈良時代の 左側はこの一時期です、ねこの土、土塔が土塔の土が削られるということがありまして、えー、その時のお写真です。でえー、この同のじの土塔なんですけども作られたのが奈良時代の 仁旗4年727年に建てられたということがこの上にある行紀年譜という、ね、これあの奈良時代の次の平安時代という時代に行紀さんが死んだ後に書かれた文献なんですけどもこれを見るとおの字は仁旗4年の2月3日に 工事が始まったということが書かれています。でえー、この発掘をしてみると、この下の写真の右側の写真、先ほど見てもらったあー瓦屋根の一番軒先に吹くです、ね、軒丸瓦と言われるカードですが、このちょうど真ん中の丸い部分に漢字が書いていますで。この字を 読むと人期4年、ね、でと割れてますけども割れて一部かけてますけども「う」の年「に」月というふうに読めるので、えー、先ほどお話しした行記念部の「人記」4年の2月3日という記録と全く合致するとですね。 出土した河原に書かれている年代と文献資料に書かれている年代が全く合致したというです、ねえー、ことで、えー、これはあこの大の字の土頭があこの年に作られたというのはもうほぼ間違いないということが分かる。そして、えー、左の絵は鎌倉時代に書かれた絵 なんですけども、その右下に三角形のものが描かれています。でこれが土塔ですで。この土塔の横に書かれている文字を見ると、130の塔だということが書かれています。でこの発掘調査の成果でも土塔は130の塔だということが確認できましたので、 えー、この絵画の絵の描かれていることも発掘調査で、えー、実証できた、確認できたということになります。そして、えー、土塔のー発掘調査の時の写真です。えー、左の方を見てもらいますと、わずかにですね、えー、この弾が。 残っているというのがわかるかと思いますで。できた当初はですね、えー、もちろん美しく作られていたかと思いますが、この土で作られているので、年月が経つとどんどん崩れていったということになります。そして、えー 右上がですね、都、え、道、ー、の一番最上部です、ねえー、先ほど130の塔だという話しましたけども、130目の写真です。でえー、先ほどの土塔の完成の写真で、えー、てっぺんに 小さいお堂があるというのを見てもらいましたけども、この写真ではそういった建物の痕跡は見つかっておりませんが、発掘でですね、焼けた木とかですね、そういったものが出てますので、出てきているので、てっぺんには木造のお堂があっただろうということが、 あ推測できます。でこれがあ今お話しした土塔の13、10最上部のお写真のおアップです、えー。右側に瓦のお写真を載せておりますけども、通常の瓦よりもお小さい。 サイズになりますでこういった小さい瓦がこのお堂に、うに吹かれていたんだろうというふうに推定できます。そして、この土塔、先ほど十三重の塔だというお話ししましたけども、その十三重の塔の下に、騎団と呼ばれる土台の部分。 があー見つかりましたあ木造の塔でもこの地面から直接建物を建てないでこういった1段ですね、えー、高く土台の部分を設けてその上からあー塔を建てますがこの土塔も木造の塔と同じように 岐壇と呼ばれる土台の部分を設けて、その上に十三十の塔を建てているということが分かります。この左側が、残りがあまり良くないですが、この岐壇の部分が発掘調査で出てきた時の様子です。 えー、この土塔はあ土を持って作ったというお話をしましたが、この土を持った様子の写真です。でえー、左下の写真を見てもらいますと、この横方向にです、ね、線が何本も引かれているかと思います。 これがこの土塔の土をですね、盛り上げた土の単位になります。そしてその間に黒い帯が見られますが、この右側の写真を見てもらいますと、帯のように見えますけれども、詳しくですね、調べていくと、こういった一辺30センチぐらいの単位。 の土をですね、黒い土を、粘土を並べているということが分かる。この黒い粘土の列は、の土塔の土を盛り上げるときの土が崩れないようにする型枠ですね、枠の役割を果たす。それに加えて、 土先ほど十三十の塔だと言いましたけれども、この土塔の各1十目、2十目、3十目の立ち上がりの位置を示す、そういった役割もしているというのが、この黒いエンドの列になります。 そして、この土塔には、表面には、先ほども写真で写ってましたけども、瓦が吹かれている。で発掘の時の瓦が出てきた様子は、左下のですね、写真を見てもらうと、このような状況です。でえー 長年の間に、この瓦が、当初、きれいに吹かれていた瓦が崩れ落ちて、このような部分的にしか残っていない状態でした。それを復元したのが、右上の写真になります。先ほど1枚目の写真で、 お寺の瓦吹きの写真を見ていただきましたけれども、まさにそれと同じような状態で瓦が吹かれているということが分かりました。このようにですね、土塔は十三重の塔、土で盛り上げた塔で、その外面に お寺の木造の像と同じようにカーラブ機がなされていると。そして、このカーラは計算すると約7万枚のカーラが使われているというふうに考えていますが、その中に文字が書かれたカーラが現在のところ約1300枚ほど。 見つかっていますではここからこの文字柄について、えー、見ていきたいとお話ししようと思います。で、えー、この土塔から土塔の発掘で、えー、出てくる文字柄ですけれども、先ほどもお,お話ししました通り、粘土をですね、えー、乾燥している。 形作って、えー、乾燥している段階に棒状の工具で、えー、描かれた、えら書きをしたあ瓦であります。そして、えー、この土塔の近くで、このお瓦を焼いた窯跡があ見つかっています。 おそらく、ーこのー河原にいい名前を変えた人々は、その瓦を作る、窯の場所にですね、瓦、えー、を作る工房にみんな集まって、そこで、えー、河原にいい名前を変えたんだろうということであります。そしてえーこの 瓦に名前を書くという行為ですけれども、これも先ほど、文字瓦の内容の紹介のところでお話しした通り、知識というです、ね、仏教の行為を表すものだろうというふうに考えられます。 行器が、この土塔をですね、建てるときにですね、たくさんの人々が協力して、その協力した人々が、この河原に名前を書いたものであるということになる。で えー、このおから今、あ約1300点ほど出土したというお話をおしましたけれども、このことから、あこの行基が土塔を作る際には、1000人以上のです、ねえー、人々があ協力して、えー、この土塔作りをお行ったということが、 わかると思いますただあ、この土塔のすべてを発掘調査したわけではないので、えー、またあさらにですね、えー、たくさんのおこういった瓦があ発掘してないところを掘るとお出てくるということを考えると、お今、1000人というお人数を示しましたけれども、 おま、さらにですね多くのお人々がこの土頭作りに参加した可能性はあるということになります。そして、えーえー、とこのお土頭のお文字が記された瓦なんですけども、お文様のある軒瓦。 には書かれてなくって、丸、え、瓦、ー、と先ほど写真で見てもらった丸瓦と平柄というものだけにしか書かれていないということになります。そして、えー、ここからはですね、文字の書かれているですね文字の人名のですね分析を少ししてみたいと思います。 でえー、このお1300点に及ぶ字のお書かれたラなんですけれども大半が人の名前ですけれどもそれ以外にもです、ねえー、若干、うん、年号ですとか地名ですとかあ,あるいはです、ね、このラ作りに関するような あ内容のものも少し見つかっています。そして、えー、この <laughs> 1000, 1000点以上に及ぶ人の名前ですけれども、この文字の筆跡を見てみると、今、前にも写真写していますけれども、字体が筆跡が ほとんど違うということが判断できます。ということは、このカーラに名前を書くと書いたのはそれぞれ個人で,です、ね、自分で自分の名前を書いたということが想定できます。この写真の左 右側のものを見てもらいますと、右側の名前と左側の名前ですね、違う名前ですけれども、書いている道具ですね、文字の状況を見ますと、右側の文字の方は文字が深くですね、彫り込まれていますし、左側の方は 文字がですね、浅、え、い、ー。ということで、えー、これはおそらく使っているう道具、文字を書くための道具もお違う道具が使われているとお。使っているということがわで、えー、真ん中の写真とお右側の写真ですが、これは実は 1一枚の瓦の表と裏に名前が書かれていますが名前はもちろん違う名前が書かれていますしこれも左の写真と同じく使っている文字を書くための道具がやはりちょっと違うというような 状況があ分かるといったことで、えー、この怒涛の河原に文字を書,く書いた人物というのはそれぞれ、えー、自分でですね、えー、文字を書いているということが分かる。で、えー、この文字という、この書かれている文字は非常に。えー まあ、整っているというか、あ文字というのを、自分の名前はこういう字を書く、こういう字だというのを認識して、えー、書いていると,おということがということで、えー、文字というのをですね、えー、理解して書いていると,おということがわかるかと思います。ねえー、次。 今あの、名前はです、ねえー、自分で、えー、書くというお話をしました。で、えー、この怒涛から出てくる人の名前というのは、基本的に、えー、1人1枚、1点しか書いてないというのが多いのですが、中にはあ複数何枚かあ書いている人物もいます。 でその代表が、このハスに光る、連行というふうに読むかと思いますけれども、この人物については、15点といったですねたくさんの名前が出てきます。で、このうちの15点のうちの2点の写真を今、写していますけれども。 まあ非常に自体がよく似てるということで、この連行という人物が書いた15点というのは、おそらく全てこの連行という人物が書いたものだろうというふうに判断しています。そして、えー、次ですけども、お これはあ、ベンゼンというです、ねえー、人物になりますけれども、おこの二つの名前を見ますと、お筆跡があやや異なるというふうに判断しました。 ですので、えー、基本的に自分の名前は自分で書くというふうに言いますけれどもお、ひょっとしたら、あこの自分の名前をですね、えー、他の人に書いてもらうということも、お少しはあった可能性があります。でえー 次ですけどもこれは名前は違う名前ですけども筆跡が非常にいい似ているという例になります。で、えー、この2人の人物左は八田部の村地達馬 右側が八田安部の村寺、たたに子というふうに呼んでいますけれども、この人物もお複数枚のです、ねえー、瓦、たつまろの方が9点、たたに子の方が4点というですね、えー、複数枚の瓦があ見つかっていますけれども、おこの <coughs> 一石を見ると、おどうもお同じ人物が描いた可能性が高いのではないかな。 いいうふうふに判断していますでこの名前を見ると、下のたつまろたた子という名前は違いますが、上が同じやたべという、ね、名前になりますので、まあ、例えば家族ですとかです、ね、同じ一族だった可能性が考えられます。 なので、えーまあ、この関係の深い人物2人の、ねえーまあ、どちらかがあこの2人の2人分のですね名前を書いたという可能性があります。なので、えーまあ、基本的に、まあ、自分の名前は自分で書くというお話を最後に。 最初にしましたけども、場合によっては、ですね、そういった例に漏れるです、ね、人の名前を他人、自分の名前を人に他人が書くということもあったということが推測できる例であります。そして、 えー、このこれらの人物なんですけれども、基本的にはですね、えー、奈良時代の文献資料に出てくるような人物ではありません。で中にはですね、えー 文献資料に出てくる例があ若干少しありまして、それはあ行基の弟子の僧に当たる人物名、えー、の紙の資料には文献に登場する人物ということで、例を挙げていますけれども、行基の弟子僧ですね。えー 書いたあ記したものに大僧正記という書物が文献資料があります。えこの大僧正記というですねものに名前が出てくる僧侶の名前があこの都統の人名のカーランの中に見られまして、えー、まあ、こういったああ器の弟子になる僧侶たちもこの都統作りに 参加していたという可能性があるということが考えられるということであります。そして、コロナの怒涛から出てくる人物の名前をですねと詳しく見ていこうと思います。えー、と資料の 土頭出土文字柄一覧という表を見ていただければと思います。でこの表を見てもらいますと、この土頭から出てきた人物の名前を分類しております。でこれを見ますと、僧侶。 と仁僧、尼、ねえー、女性の僧侶ですね、えー、そして乳母足、乳母いか同時といったあこういったお寺にですね、えー、関わる人物。そして、えー、とこ乳母足とか奪いというのはあ,あまり聞き慣れないかと思いますけども、お出家していないですね。えー 在家の信者のことを、の男性を奪そと女性を奪いというふうに。まあ、こういったあですね、お寺に関係するような人物が、まず一つのグループとして、えー、認められる。そして次に、士族ですね、えー、の名前。でこの士族をですね、えー、分類してみると、カバネというですね、 えー、ものがついているものとついていないもの。この「カバネというのは、女辺に生まれるとか、漢字では女辺に生まれるとかですね、えー、性ですけども、この「カバネというのは、例えば、この表を見てもらいますと、12番の太田の,黄身の黄身「君」の「君」。 ですとか、14番ですと、大鳥の村地の、村地、連という図ですね。こういったものが、川根というものになります。こういったもの、川根を持っている種族と持っていない種族に分ける、大きく分けることができます。で、えー このカーラに名前を書くときには、フルネームで書く場合と、名前だけ、アンダーネームだけ書く、書いている場合があります。で、この名前だけ書いている。 アンダーネームだけ書いている場合も、これは士族に含まれるということになります。なので、この土涛から出てくる人名を見てみると、この土頭作りに知識として参加した人物というのは、 あ僧侶とか二僧といったあ、こういったお寺に関係に携わっているグループと、士族ですね、えー、というグループ。まあ、大きく2つに分けることが分かれていたということ,がと,いうことになります。そして、 この,お、えー、っとこの特にこの氏族のですね、えー、名前から、ですね、えー、この氏族があどこのたりに、えー、本拠地を持っていたか、まあ、分かりやすく言うと、まあ、住んでいたか、生活していたか。 いうことがあ推定で、きます。でえー、このお作業をお行ってみますと、やはりこの怒涛のあるう、まあ、当時のお大鳥群というですね、えー、地域のお種族があやはり目立つ、多いですね。 えー、そして、えー、その次に、地域別で見ると、おと隣のお河内の国、この河内の国でも特に、南河内ですね、サウスのサウス河内、南河内の種族の名前が目立つといったことで、えー、やはり、この 土塔が作られた近辺の士族が中心になっていたということが、この士族名の分析から分かるということになります。で、この士族の中でも、特に注目すべきは、恥師という士族です。で えー、このハジ氏という種族は古墳時代の、ねえー、古墳作りに,です、ねえー、にも活躍していた種族で、えー、土木の技術を持っています。ということで、えー、この土頭も先ほど少しお話し,しましたけどもまさにこの古墳と同じようにですね えー、一見古墳のように見えるということで、えー、この土を盛り上げて作るというです、ね、技術は、まさに古墳の土を盛り上げて作るという技術と類似すると、よく似ているということで、えー、この土塔作りにもです、ね、この恥師の土木の技術というのがかなり役立ったのではないかとです、ね。えーで えー、この土塔が作られているのは、この大鳥群のハゼ号という、ですねまさにこの恥師が生活していたです、ね、活動をしていた地域になります。なので、えー、この行基さんは、この土塔を作るときに、この恥師の技術というのもですね、えー 協力と梶市の協力を技術をですね協力してほしいというようなこともあってこの場所をに土塔を作ったんではないかというふうなことも考えられます。でこの梶っていうのは先ほどのこの土塔作りの知識の中でもかなり有力なですね 専門用語では大断乙というふうに言いますけども、この知識のグループの中でもかなりですね、えー、活躍したあ種族なのではないかなというふうに考えることができます。そして、えー、と今、前に写真を写していますけども、おーこれはあー 知識というですね、文字が書かれまさにこの知識と先ほどから説明している知識という文字が書かれたものが出土しました。なので、この考古学的にもこのカーラというのは知識を示すカーラだということが、このカーラからも推測できるということになります。 そして、えー、文字瓦、瓦ではないんですけども、おこういった末木というですね、えー、古墳時代から作られているう焼き物があります。でこの末木という焼き物のですね、えー、にい似たですね、えー 異物が出てきまして、末、え、期、ー、の焼き方をです、ねえー、した焼き,、えー、焼き物、円筒形のものなんですけれども、その円筒形をした末期の焼き物の外面に、文字がたくさん書かれたものが4つ、4点、うん、出てきました。 つながらないんですけども、同じです、ねえー、ものが割れた破片だというふうに推定できます。で、この内容を分析しますと、私は考古学の専門なんで、っとこういった文字のことは、 あ,あまり詳しくないんですけども、おまあ、こういった古代史の先生のに見ていただきますとお、どうもこの内容というのは、願望ですね、えー、を記したものではないかというふうに教えていただきます。で、この文字のですね、内容と字もですね、えー、非常に美しい。 字があー書かれています。まあ、こういったことからあこの文字を書いたのは貴族クラスのです、ねえー、人物ではないかというふうに推測できます。で、えー、この中で、えー、重要なのは今、緑の線を引っ張ってあるところですね。えー 天皇,天皇尊礼といった文字がありますで。その天皇の上にもですね、手、帝というですね文字があります。で、この文字からですね、この願文の内容というのはですね、歴代、 天皇のお慰霊のためにですね、そういったものをお願ったものではないかとです、ねえー、いうふうなあことがあ考えられるそして、えー、吉川先生にもおいろいろ教えていただきまして、えー、まさにこのお怒涛のです、ねえー、上に登るとおこのモズコフング ですね、世界遺産にもなっているモズ古墳、歴代の天皇が葬られている古墳ですけども、まあ、こういったところが一望に見渡せるというような場所でありまして、まあ、そういったところからも、ですね、まあ、この天皇崇拝という意味がかなりあるんではないかということも教えていただきました。そしてえー この怒涛から出てきたですね、文字柄の紹介は以上になりまして、ここからまとめにですね、入りたいと思います。そしてまず、この怒涛のですね、文字柄に記されている人名、これは あ先ほどから何度もお話ししていますように、えー、この容器が土トを作るときに知識として参加した人物が書いた瓦だということでありましてで、えー、文献資料と違うのは、まさにこの知識という人物自らがですね、えー、自分で書いた、まさにこの生のです、ね、資料であると。 いうことに非常に大きな息があるんではないかということであります。そして、この名前をですね分析していくと、この業機の知識のですねグループ、知識集団の構造が、構成が分かるということに も大きな意味があるかというふうに思いますもう一度まとめておきますと、僧乳とかですね、士族です、ね、が知識として参加していたということになります。で、中にはですね、恥氏のような知識の中でも有力なんですね、 えー、知識もおいたというふうなことがあ分かります。そして、えー、このお知識のおどのように形成されたかということなんですけども、おこのお土塔の特に種族名の分析から、まあ、この土塔のです、ねえー、近隣を土塔が作られた大鳥群とか、 ですね、南川地,地域をですね、えー、中心とした種族石ごめんなさいと人物が主となってこの土頭の知識が構成されたというお話はしましたそして、えー、もう一つうこういった土頭のあごめんなさいと行基さんに絡む関係する人命のカーラというのが京都の 大山崎町というところに山崎院というですね、えー、お寺の跡があります。これも行基さんが建てたお寺なんですけども、そこからもお約200点の人名ら、これも行基が山崎院を建てるときに知識として参加した人物だというふうに推定できますが、この 山崎院の人名を分析していますと、先ほどと同じように、氏族のです、ね、名前からどの辺に、どの辺を中心に活躍して生活していたか、人物かというのを比較していますと、この山崎院の場合は、京都の南山城といわれる地域の氏族の名前が中心になっていると。 土壌のお人名とはです、ねえー、同じ名前のものが全くないということで、えー、この土壌で、えー、作られた知識と山崎院、ですね京都で作られた知識というのはあ、まだ別の知識だろうというふうに推測することができ なので、行、え、基、ー、さんはあの冒頭にもお話ししましたように、えー、たくさんの土木事業を行ったり、お寺を建てたりしますけれども、その場所、場所ごとで、えー、この知識というのがあ結成されたんでは、作られていったんではないかというのが、あこの土頭と山崎院の人命の分析からあ分かる。 ということで、えーまあ、この知識の形成ということからも、この2つのお寺の人命柄の意義というのは大変大きいというふうにそして、えー、この知識には、怒涛の知識にはですね、最後にご紹介した願望を記した資料ですね。 こういったものから、この国のですね、役人クラスのですね、かなりクラスの高い人物も参加していた可能性があるということが、この資料からも推測できるということで。でえー この行基さんをですね、えーあの、すみません、先生、1時間になりましたので、あの質問の時間もありますように、はい、ちょっとあの早めの方にまとめていただきますでしょうか。はいもう終わります,すみませんこの行基さんはあ、お寺を建てたりとか、ですね動物、えー、事業を行ったりとこういうことをですね、えー、する。 たくさんしているといお話ししましたけども、それにはあこういった知識という人物がたくさん参加していたということで、えー、まさにこのなぜこの知識が参加したかということですけども、これはあー仏教の利タというですね、リータ行というの言葉もありますけども、そういったあ自分をです、ねえー、犠牲にして、えー、他人に。 いいですね、利益をもたらす、まあ、そういった思想ですね、まあ、そういったことをすることによって、えー、こういったあ業気の活動に参加したあ知識たちはですね、えー、業気さんと、えー、結ぶことによって、自分も届くどくると、まあ、そういうことを願って、えー、いたのではないかとういうことで、えー、この発表を終わさせてい 終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。先生本当にあの大変わかりやすくてあの興味深いご発表、どうもありがとうございました。ちょっと英語で用紙をまあ簡単にあの説明させていただきます。So, um, once again, join me in thanking our speaker, Professor Kondo, for a really、um, easy to understand and and um thought provoking、um, presentation. I'm going to give a very very short overview. of some of the main points. Um, and I'm gonna to try to also just highlight the significance. We're gonna to try to be fast so that we have time for discussion and Q&A. Um, so I think one of the big takeaways from this talk is how these documents are what he called at the end, right? They're kind of a raw character that gives us certain types of insights that we don't get from um, written sources. And I wanna talk a little bit about some of the points he made in the talk. Some of the things I think seem really detailed. So it's like, well, why does this matter? he started his talk by telling us about how there are different periods in the process of making the kawada when you inscribe them right you can do it before they're fired after they're fired um, when they're still being like beaten or whatever when they're still being kind of made afterwards so why does that actually matter well it matters actually it's really important and i just want to highlight this because it tells us like who had access to it and when so when, i know this from reading his book when we think about the clay it dries very quickly right so the fact that these are are inscribed with a style as a head up, before they're fired, but after they've been removed from the molds means that like there's a very short period of time, but it also means that it wasn't the producers that was were, were inscribing them, but as we saw with the moji right, the people were, were doing it in their own hands. So when we do this very kind of detailed type of study by paying attention to the techniques used to inscribe the mojikawara, it can tell us a lot about. Who, had, who would have had access to inscribe them um, by thinking through that? So, I think thinking about the materiality, he showed us how important that is. Um, second, the materiality of the pagoda itself. So, the pagoda is referenced in a few textual sources, but we actually know from a Nokimarokawara, a, um, a round eve tile that, it, that corresponds to this date that the, that, the, that the texts are right, right? That this was actually built at this time, it seems. Um, and that it was 13 stories, we can again see. When we look at the techniques for how it was made, we can see that it is made from an earthenware pagoda, which is much easier to engineer than a wooden one. Um, and so this tells us that it's more accessible, right? People with less engineering skills can do it. But at the same time, as he pointed out, when we look at the names in the Kawada, we can see things like the Haji um, kinship group were intimately involved, and the Haji group had expertise in this type of earthenware construction dating back to their involvement with Kofun. And so this is ways we can again see how the materiality. Connected to the to the written texts um, in the forms of the Moji can tell us um, quite a bit. Other things, most of the people in this are not on the that are written in the Moji we learned don't appear in other textual sources. Right, there are a few monks that appear in, that are Gyoki's disciples that appear in textual sources, but this gives us access to a whole range of people, including people without kabane or without titles, who were involved in these large-scale TCC projects. In fact, there were likely over a thousand. And maybe if we find more, there could have been even more people involved in this one project. And if we go to another gyoki place like Yamazaki, -in, we learned it's a whole different group of people. So we can see that there are all of these different groups that were very actively involved um, in, in Buddhism. Um, finally, we saw not only in the roof tiles, but briefly in the um, Sue pottery prayer um, text, the Ganmon, um, that it was a prayer on behalf of the emperor, which I think also shows us how complicated these things are. This is me extrapolating a little bit here. But to classify into things like state or folk, um, because we can see, I think, how these types of materials really cross lines where we have people like kind of elite families with Kabane joined with people that um, are from much like humbler backgrounds, building earthenware pagodas that are accessible, that can be sites of devotion and Mahayana practice, as he was talking at the end, but also prayers on top of the emperor, and it all kind of joins together in a really fascinating way. Um, I also want to say I've read a lot of the scholarship before, but to see the color photos was such a treat. I had never seen any of those. It makes it all so clear. And so I'm also really grateful for that.